はい、こんにちは。那須広ガーデンの高木です。本日もバラ栽培についてお話ししていきたいと思いますが、本日は10月にね、いよいよ入りまして、10月のバラ管理ということで、10月のね管理の基本をお話ししていきたいと思います。いよいよようやくというか、秋までね頑張って育ててきたバラが秋バラの開花シーズンに入ります。もうちょっとね頑張ってもらえると秋の開花シーズンでございますので、秋バラ楽しんでいただくためにももう一頑張りの部分をね今日お話ししていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあね早速、秋のバラ管理についてお話ししていきたいと思うんですけど、その四季咲きのバラが春から秋まで、開花していきますよっていうのが四季咲きのバラなんですけども、その10月にね夏剪定をしてタイミングを合わせると、10月に咲きますよと。でなんで10月に咲かせたいかっていうと、この涼しくなってくるね、ちょうど本当この撮影する段階でね、今年は9月がすごい暑い9月がずっと続いてね、夏がずっと続いてたんですが、ようやく9月下旬、撮影の段階で、涼しくなってきたかなっていう感じなんですが、この涼しくなるタイミングでじっくりじっくりつぼみを膨らませて開花して、で涼しいので花持ちもいいし、じっくりじっくりつぼみを膨らませてこう、色も濃くて香りも豊かなバラが咲きますよっていうのが10月の開花バラの、秋バラの楽しみというか秋バラの開花すると、それだけちょっとこう美しいバラが楽しめますよっていうのが10月の開花、秋の開花になるんですけども、そこに向けてね、頑張って、今管理されて育てていらっしゃる方いっぱいいると思います。なので、あとねそのもうちょっと開花まで、それから開花後かの管理の方法についてお話ししていきたいと思いますが、じゃあ早速というか、冒頭ね余談なんですけども、その9月の11日かなの配信で、流したその新苗のロビンちゃんをずっと今年は育てて追っかけてるロビンちゃんが8月の下旬に剪定して、で剪定した動画を9月の11日かな、またちょっと追って見ていただけるといいんですが新苗でずっと育ててる、だから、剪定をしてから1ヶ月ぐらい経った状態のロビンですね。この辺のこの高さぐらいで切ってるんです。この高さで、ロビンはよく、秋はちょっとぐっと伸びてから咲く子なので、今ぐっと伸びてる状態です。で、温室管理だから伸びてるんでしょうっておっしゃられる方いるかもしれないんですが、8月の剪定した後はずっと外に置いてありました。なので外圃場で、皆さんと同じ環境で、育てたロビンでございます。外に置きっぱなし、ほぼ置きっぱなしで、水やりと、薬剤散布だけはかかってたんですけども、ぐっと、ロビンちゃんはこういう風に伸びる品種なので、ぐっと伸びて今つぼみをつけてきている状態でございます。これで大体剪定してから1ヶ月ぐらい経つのかなの状態です。ね、このタイミングで何するかっていうと、今パッと見て気になるのは下葉黄色くなってるのがね、やっぱりねロビンちゃんが丈夫とはいえいろんな理由で日々の、夏のね、ここまで頑張ってきて疲れた葉っぱとか、水切れ多少したりとか、やっぱりうちの中側の葉っぱだとやっぱりこうちょっと日陰になってしまったりとかでですね、黄色い葉っぱ出てきてますね。黄色い葉っぱは見栄えも良くないですし、こういうタイミングでね病気になっちゃったりもしますんで、こういうタイミングで取っちゃいましょう。気づいたタイミングでね黄色い葉っぱ取って、こういう風にきれいさっぱりしております。株元のゴミとかも取っちゃうよね。であと何するかっていうと、ぐーっと伸びてきて最初のね新苗だったんで最初の1本には支柱立ててるんですが、後から出てきたシュートの子たちはブランブランとなってる状態だと、これで10月の台風に煽られてしまうと折れちゃうかもしれないので、私はもうこういうタイミングで割とぐーっとあんまりきつく縛ると中で蒸れちゃうので、軽く縛っておきます。そうすると多少台風に煽られても折れずにいてくれるので、こんな感じで縛ってしまって、台風対策って言っちゃあれだけど、シュートが折れないようにね気にかけてあげるっていうのは、その新苗から育てたバラじゃなくてもご自宅のバラでずっとシュートが出てるような木立のバラであってもつるバラであっても、まあそのちょっとね気持ち縛ってあげるだけでも全然台風の時安心かなと思いますので、いやいやめちゃめちゃ風が強いよっていうとやっぱりもうちょっとしっかり絞っておいた方がいいんですけど、これぐらいでも全然やらないよりはやっといてあげた方がいいと思いますので、気づいた範囲で、少しずつこう止めていくというか、揺さぶられないようにしていくっていうことをやっております。なんでね今ね1ヶ月、剪定してから1ヶ月か剪定してから1ヶ月の話で言うと、お水やって薬剤散布してで外に置いて置きっぱなしでこの状態で、次の1ヶ月もほとんど何もやることないかな。この後お話ししますけど、その追肥を1回するぐらいかなっていう感じはしております。それで多分今つぼみついてきてるんで、ちらほらとねつぼみついてきてるんで咲いてくれるかなと思っております。ということで新苗ロビンちゃんの経過報告でございました。さてじゃあねこっから本題ここから本題でございますが、その10月のねバラ管理の話でいうと、まあいつも通り話し始めると、まず水やり肥料ですかね。水やり肥料の話、地植えのバラの水やりっていうのは10月はいらないかなと思います。で鉢バラの水やりは、まあ、これもいつも通り基本通りなんですが、乾いたらたっぷりとなんですよね。でただその8月9月は毎日やって、そのもう乾いてしょうがないっていう状態から、10月は、そんなに乾かない、状態になってきます。葉っぱがあって充実しててお日様がペアッと照りつけるとね、10月の前半なんかは割とまだまだ乾いたりするんで毎日の日もあったりするんですが、日によってはね何日か曇天続いて涼しい日が続いたりなんかすると、なんか全然今日乾いてないなみたいな日があるので、乾いたらたっぷりとっていうのを一つこう、まあ、8月とか9月とかはね割といつも乾くからいつもやってしまえみたいなのが OK だったのが、ちょっとやっぱりその頻度とか回数とかっていうのは鉢の状況を見ながら変えていかなきゃいけない時期かなと思います。それほどそのやりすぎてもしょうがないっていうか、ちょっと乾かし気味で、でも乾かしすぎちゃいけないっていう、まあいつも本当いつも通りの水やりの仕方なんですけど。今までねたっぷりやっていたのから少なくしてもいい時期、そんなに乾かない時期に入っていきますので、特にね、まあ、冒頭でもお話しましたけど、その9月今年で言うとナスの話で言うと9月の下旬からですね急激に涼しくなってきておりますので、水やりの回数が今まで通りではなくなってきているのかなと、ちょっとずつ減らしていかなきゃなと思っている時期でございます。あとね、肥料は10月まで効かせたいなと思ってるんです。11月、まあ、12月になるとバラはその落葉樹で休眠していくので、11月12月には適度に切れ始めて葉っぱが黄色くなって落葉するっていうのが理想かなと思うんですけど、最近はあったかい10月9月10月11月あったかいので、あんまり早くにその肥料、10月ぐらいまでやっとかないと、早めにね開花しながら肥料切れになって、ちょっと葉っぱも黄色くなってみたいになっちゃうと、ちょっとまた見栄えもって売る方の立場から話しちゃうんですけど10月のうちに肥料を切らしたくないなっていうところもあって、10月の頭に1ヶ月ぐらい効く肥料をねあげるといいと思います。うん、でその肥料が1ヶ月経って切れるという感じなんで、例えばだからハイポネックスの肥料でいうと3ヶ月効くんですよね。バラの置き肥も膜だけ肥料も3ヶ月タイプなので、10月に入ったら10月1週目2週目に、ちょっとその液肥を上げて効かせてもらうとか、あと去年もおすすめしたんですけどね、微粉ハイポネックス、これがその仮分が多い、6.5619 って言って仮分が多い肥料なので、そのしっかりこう株を締めてというか枝を充実させて冬を迎えるっていう意味では、10月ね少し仮分の多い、とはいえ窒素リン酸もしっかり入ってる微粉ハイポネックスあたりを500倍で、1週目2週目3週目ぐらいまで効かせてあげると株が締まった状態で冬を迎えられるんじゃないかなと思います。で液体肥料に関して言うと、そのしっかりその時ね与えた時にしっかり溶けて。でその効果がずっと長く続くっていうよりかは、その時やった時にしっかり効くよっていう肥料なので、適度に11月には切れていくということで、ハイポネックスさんの商品でいうと 10月はハイポネックスの原液をやっていただいたり、あと微粉ハイポネックスも株を締めて冬を迎えるっていう意味ではおすすめなので使っていただけたらなと思っております。鉢栽培の場合1ヶ月タイプであれば、10月の頭10月の上旬にやって、それが今年の追肥の最後になりますので、やってあげてください。で10円は水やりもいらないよって言ったんだけど、10円のバラの追肥は10月はいらないと思います。人によってはというか、夏剪定後に追肥やってらっしゃる方もいるし、夏剪定後の追肥もやってらっしゃらない方もいると思うんですけど、もうしっかり冬の完備さえやっておいていただければ、9月10月の肥料分っていうのはいらない、特にいらないかなと思いますので、大丈夫です。次いきます。病気の話をしていきたいと思うんですけど、これねナスだけじゃないと思うんですけど、ナスはやっぱ秋の雨が多いエリアで、8月の下旬から9月の上旬はもう大げさに言うと本当に毎日雨が降るような天気がずっと続いていたので、ナスでもやっぱり黒星病出てきました。今年はね春の梅雨が短かったので、春から夏にかけては黒星病が本当にうちのお店でも、あとお客様のお話でも黒星病が少ない春夏だったのにもかかわらず、秋にやっぱり雨がね毎日降る天気が続いたもんですから、やっぱりちょっと黒星病が出てきておりますので、じゃあ黒星病改めてじゃんって出してじゃんって出して、補助から残念ながらちょっと黒星がちらほら出てきたバラを持ってきました。10月になってねやっぱりうちの補助でもちらほら出てきてしまったんですけども、例えば今年の場合7月8月、ね、6月7月8月にあんまり出なかったよっていうんであれば、夏剪定をしてその下葉が黒星になったとしても上の方の葉っぱがしっかり展開してきているようであれば、全然僕はあんまり気にしないです気にしないっていうか、出たこと自体はねしまったなとは思うんですけども、どうしてもやっぱり、品種黒星病に弱い品種、これ たまたま今日ちょっと京成さんの品種でかぶってしまったんですけど、品種を紹介すると京成さんの薫のっていう品種と京成さんの夢花っていう品種です。どちらもねすごくその香りが評価されて、国際コンクールとかでも香りが夢花とかね評価されている品種で、夢花はねフルーツ香の、ちょっとこう柑橘系の入ったようなフルーツ香のいい香りがするバラで、香るのはダマスクなのかな、ほんとバラらしい香りがする、すごい香りの強い2品種でございます。夢花はちょっと咲いているのも夢花ピンクですね。ピンクと薫のはねほんと花弁がね香りが強くてめちゃめちゃいい香りなんですけど、ちょっと雨に濡れると傷んじゃうんですよね。こんな感じでとても香りのいいバラです。で黒星病を改めて、ね、お伝えするとでね、黒いもやもやっとした黒いシミができて、で黄色くなって最終的にはこれがねピッて取れやすくなって落葉しちゃうんです。ピッて取れやすくなって落葉しちゃうんです、ね、でこれもいろんな考え方があると思うんですけど、私は割ともう黒いシミができた段階で取っちゃいます。これこれもいろんな考え方があって、いやいやまだまだ光合成してるじゃないかっていうのも分かるんですが、古い葉っぱがに黒星病から出始めた時のその秋に展開してきた葉っぱに黒星病を広げたくないので、秋にきれいに下葉の黒星病を早期発見で早めに取って、で夏剪定した後出てきた葉っぱに薬剤散布をしてあげると割と早く止まるかなと思うんですね。これを葉っぱつけっぱなしにしたり、新しく展開してきた葉っぱに薬剤散布をしてあげなかったりすると、黒星病が上の方まで上がってきちゃうのがちょっと嫌かなと思っていて、割とねもう黄色くなり始めたらもうどうせもうすぐ落ちるでしょって思って葉っぱ取っちゃいます。こんな感じでまだしっかりついてるんですけどね。で早めに取ってでこの上の葉っぱを守ってあげる。で上の葉っぱに薬剤散布をしてあげると。なので、こんな感じです。なので、あ今年は出てなかったね、梅雨も短くて出てなかったのにやっぱ有明になったら出始めたなって人いっぱいいると思うんですよ。だから上の方の葉っぱその夏剪定した後の葉っぱに黒星病にならないようにここまでね3月から9月まで頑張ってくれた葉っぱが病気になったら割と私は早めに取ってしまってその環境からその黒星病の菌というか葉っぱをね減らして。で残った葉っぱに薬剤散布をしてあげる。でその時はそのバラで黒星病で適応のある薬を使ってほしいんですけどハイポネックスとしてはサルバトーレをそのローテーション散布の一つに入れてほしいなと思っております。3000倍で使えますので、ちょっと小さい瓶ではありますが3000倍のお薬ですので是非使ってほしいなと。サルバトーレ希釈するのめんどくさいよって人はフローラガードを一家に1本お持ちいただけると安心かなと思いますのでフローラガードこちらのねパッケージのやつも使ってみてもらえたらなと思っております。一つの薬だけだと心もとないというかちょっとサルバトーレは黒星病の治療効果としてはね、高い薬なんですけど、いくつかのローテーション散布っていってそのいくつかの薬でローテーションしてもらうと効果がより高まると思いますので。バラで黒星病で適応のある薬をね使っていただけたらなと思っております。なので私としてはこういうふうにすっきりとって薬剤散布して、上の方の葉っぱは病気にならないでよって思ってあと1ヶ月開花を楽しむっていうやり方がいいかなと思っております。はい、じゃあさて病気の話の続きでいくと黒星病がねその長めで今出てきましたような後このちょっと涼しくなったタイミングからうどんこ病も復活してくるっていうか、ある程度気温が暑いのが終わって、涼しくなってきたタイミングでうどんこ病出てきますのでちょうどこのつぼみがねつき始める時期うどんこ病出てくる時期でございますので、サルバトーレうどんこ病にも黒星病にも適用がありますので、合わせてちょっと使っていただけたらなと思っております。あとはそうね、あとだから虫の話でいくと貝殻虫ね9月の動画でも補助で貝殻虫こんなだよっていうのをご紹介したと思うんですけど貝殻虫がもうね油断してるとガンガン増えてくる時期です。枝のね、ちょっとこう影になってるとか見えにくくなってるところで貝殻虫が増える気づいたら真っ白になってるみたいな白樺の木みたいになってるみたいなのが、この時期の貝殻虫の被害としてはあってでやっぱり増えすぎると枝が如実に色が悪くなって枝が弱ってしまいますので貝殻虫もね気をつけていただきたいなと。あと言うたらカミキリムシもこれは今度株元に卵を産んでその幼虫が株元食い進んで穴を開けながら食い進んでいくんで前段階としては枝とか葉っぱとかが色が悪くなってちょっと黄色っぽくなってこれなんだろうなと思ったら株元に穴が開いてるとか株元にね幼虫の糞なんですけど、人間から見たらその切りくずみたいなのが、出ているとカミキリムシの幼虫の被害に遭っている可能性がありますので虫もねあとは、もう去年の秋も大変だったんですけど大タバコがヨトウムシそのつぼみを食っちゃう葉っぱを食べちゃうガの幼虫が秋涼しくなると夏の間もこの子たちはずっと今年は被害があるんですけど涼しくなると余計にね、虫たちも活発に動き出す時期なので、虫の薬についてもバラで適用のある薬を、いろいろ貝殻虫、オタバコガ、ヨトウムシ、それからカミキリムシ、使ってほしいなと思っておりますのでね、ご注意もうちょっと10月の開花シーズンご注意いただけたらなと思っております。オタバコガとかはもうその花を食べちゃう、その開花のシーズンだけなんですけど貝殻虫とかカミキリムシはやっぱりその株が枯れて弱ってしまったり枯れてしまったりするので。このシーズンね特にちょっと朝のパトロールちょっと気をつけていただけたらなと思っているシーズンでございます。はいじゃあ、もう一つね秋ね開花しますよと四季咲きのバラ開花しますよととても綺麗な花が咲くので楽しんでくださいよってね冒頭お話しさせていただいたんですけど花が終わったらどうするかっていう話でいくと、秋の花語は春と違って、基本的には秋はこの10月に1回咲いたら終わりなので、短くちょっと、太い枝まで切り戻して次の新芽を出して、次の2番果を楽しみましょうねっていうよりかは、まだこのあと10月11月の間は花をつけずに、でもしっかり温度が、高い間は光合成してもらって、しっかり栄養を蓄えてもらって、落葉して冬を迎えてほしいよっていうところがあるので、葉っぱは1枚でも多く残したい。ってことはただ花首はつけてると、例えば実になったりしてしまうと余計な養分を取られてしまうので、花首は早めに取る。余計な養分も取られたりするしね、花がそのまま残ってしまって、そこから病気が広がってしまったりとか、多分場所によっては花の枯れてる部分にハダニがワシャワシャワシャってついてしまったりとかすることがあるので、花首は早めに取ってもらって、でも葉っぱは1枚でも多く残してほしいのが秋の花子の剪定です。なので開花終わったらですね、花首だけ取る。で葉っぱはなるべく残してあげる。で10月11月もうちょっと頑張って光合成してもらって、エネルギーたくさん作ってもらって冬を迎えてもらうっていうのが秋の花子の剪定の基本的な流れなんですが最近は10月11月がとても暖かくなってきてるので、開花自体を10月の後半から11月の頭ぐらいにもう本当に涼しくなった頃に開花するように、関東以西の方はもしかしたら調整されてて、でその方が本当に涼しくなった時の美しい花を咲かせられますよ。あと台風シーズンも終わりに近づいてるんで、台風の被害も受けにくいんですよだと、9月の剪定自体を、9月入ってから9月の10日ぐらいまでにやるのかな。そうすると秋の開花を遅らせるっていう関東以西の方も増えているのかなと思っているんですけど、たまたま早く咲いてしまったとかいやいや9月の1日とか8月に剪定したから早く咲いたよっていう方がもしいらっしゃったら、関東以西の方であれば秋の2番果が狙えるかもしれない。11月が暖かいとね。なので、その場合でも浅く切って、花首を取るより、ちょっと低くてもいいから浅く切って、11月が暖かくて、開花が早かったんであれば秋の2番果が割とここ何年かは狙えるようになってきてるぐらい、10月11月が暖かいので、全然人によっては、タイミングによっては、バラによっては秋の2番果を咲かせるのも OK です。いずれにしても開花が終わった段階で早めに花首だけ切ってあげるようにすると、株も充実するし、品種によっては2番果が狙えるしっていうところで、合わせて花首早めに、花首を切るで、株を休ませる、もしくは2番果を狙うっていう2択なのかなと思っております。10月開花シーズンを、まだちょっと10月冒頭なので皆さんイメージがまだ湧かないかもしれないですが、花子の剪定とか、花子の剪定は花首だけ取ると、もしくは早ければ早く咲いたようであれば2番果を狙ってみるというふうにやってみていただけたらなと思っております。はい、というわけで、10月のバラ管理についてお話しさせていただきました。鉢バラの水やりは水の量がちょっと、株の状態とか気候とか温度とかに合わせて水やりの回数が減ってくる時期だよという話をさせていただいて、あと肥料も10月の頭に今年最後の肥料をやってくださいと。で液肥を2、3回、1週目2週目3週目ぐらいまで、微粉ハイポネックスを今日勧めさせていただいたんですけど、やっていただいて、株がそうすると枝が締まる肥料なので、枝を締めていただいて冬を迎えるっていうのもいいんじゃないかなということでお勧めさせていただきました。あとは病気虫、黒星病がやっぱり9月頑張ってきたけど9月出ちゃうよねっていうタイミングだと思います。で私は割と病気の葉っぱを早めに取って、上の方まで感染が広がらないように、サルバトーレ使っていただけたらなと思います。合わせてうどんこ病も出てきますので、サルバトーレぜひローテーションのラインナップに入れていただけたらなと思っております。あとは虫もオオタバコが貝殻虫、カミキリムシ出てくるっていうか、夏の間も出てたんですけど、涼しくなって活発に動き出す。あとまあ結局バラが美味しくなる時期なんでしょうね。美味しくなるって虫にとってお花がきっとすごい、虫たちにとってはごちそうになるシーズンなんじゃないかなと思いますので、虫からも守ってあげてほしいなと思います。あとはその花後のね、ちょっと気が早い10月冒頭では気が早いですが、花後の剪定は花首だけ取るが基本で、早く咲いちゃった人は2番果狙っていただけたらなと思っております。ということで、本日は10月の管理についてお話しさせていただきました。10月ね、とっても綺麗なバラがね咲くシーズンでございますので、皆さんどうぞじっくりバラ楽しんでいただけたらなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。Next